皆様、えー、国連大学対談シリーズえー、本日はなぜ国連の旗が掲げられているのか文教区の秘密シリーズを、えー、始めたいと思います、えー、ご案内の通り本日は、えー、文教区長、えー、成沢博信氏を、えー、お招きしてお伝えやってもらいたいと思います えそれまず最初にえ成沢区長のえご略歴はえウェブをご覧いただきますと分かりますけれどもえ簡単に申しますと1966年東京都文京区本郷生まれえ先ほどお聞きしましたらえ文京区生まれの区長は5代目にして初めてであるというふうにおっしゃっていました。そして年年当時全国最年少の25歳で文京区区議会 議員に初当選されて、2007年より文教区長に就任されていらっしゃいます。区長どうぞ本日よろしくお願い申し上げます。お願いします。はい、えー、それではですね、いくつも話題ございますけれども、忘れない時間がなくなる前にですね、早速タイトルの、えー、文教区には、えー、国連の旗が掲げられているということなんですけれども、これはどういうことでしょうか。 全国にはですね区市町村の数1700ちょっとあるんですけれども、その中で自治体の庁舎の市役所、区役所に国連機が掲げられているのは文教区役所、ただ1つですで。それはなぜかと言いますと、文教区役所の中に国連の女性機関である u n e 面の日本事務所があるからなんです。で、えー 通常、まあ自治体の庁舎には、まあ日本で言えば日の丸国旗、そして国、えー、旗が掲げられていますけれども、お文京区では、えー、国連機関が自治体の庁舎に入っているということで、えー、文京区は国連の旗が掲げられているということになります。ありがとうございます。あれまたちょっとすみません、私のスピーカー聞こえなくなったんですが、はい。 えっと、あの国連機関はどういうところが具体的に入っていてどんな活動されているんでしょうか。はい、あのまあ U.N. イメンという国連女性機関が、えー、文教区役所の中には入っています。でこれはまあ安倍内閣の時ですけれども、日本政府が、えー ウーマノミクス、女性活躍に取り組もうというときに国連の女性機関である UN ウ面メンの日本事務所を東京に設置をしようということになりましたところがなかなかですね、その国連大学の入っている、えー、渋谷の国連ビルは家賃がお高いということもあって、えー、財政基盤が脆弱な UN ウ面メンは、えー、どこに に入れればいいいのかととううことでで悩まれたそうですで当時、外務省から、えー、文京区に打診があって、まあ、その打診の理由はいくつかあったんだろうというふうに思いますが、えー、私どもがお受けすることになったわけです。その理由はですね、一つには、まあ、文京区が、えー、女性の社会進出にとって、まあ、非常に意味歴史的に意味のある土地だったということが言えます。 日本の女子の高等教育機関、まあ、いわゆる大学が、えー、女子高等師範学校、今のお茶の水,大学茶の水女子大学が作られたのも文京区ですし、私学で言えば日本女子大学や、えー、アトミ学園など、日本の,その女子教育が花開いていったのはこの地であります。 でそこで学んだ人たちによって、えー、平塚来町を中心に、まあ、政党が発刊をされた、まあ、原始女性は太陽であったという有名な書き出しで始まるあの政党が発刊をされたのもののこの文京区ということで、えー、女性の歴史にとっては、まあ、非常に意味のある土地であったということが言えると思います。で加えてて、まあ、外務省さんからは、えー、私が日本のその首長の中で、まあ、初めて えー、男性の育児休暇を取得したということも、女性にとっても大切な意味のあることだということで、文京区に白羽の矢が立って、まあ、通常このこの、この手のです、ねまあ、国際機関がなかなか自治体に入ることはないにしても、さまざ、あ、まな研究機関にしろ、誘致をしてきていただくということが、まあ、通常多いんだろうというふうに思いますが、えー、今回の UNE 面については、文京区が選ばれて、えー、この地に。 国連の機関ができたということで、まあ、そのこと自体はあの選ばれる自治体を目指そうと、私、絶えず言っているので、あの誇りにしたいなというふうにも思いますまあそうしますと、2つ返事でお引き受けになられたんでしょうかそうですね、まあ、あの議会の同意をいただくので、2つ返事というわけにはいきませんが、あの区役所の中で無償で入っていただこうというのは、あの私自身の中では即決をしました。なるほど、まあ、それれで誘致をさてて、まあ、入っいいただいて その国連の旗が掲げられるだけじゃなくてそれが何かこう区政とかですね初等教育とかにいい影響とか働き方改革につながるとかありますでしょうかう、ね、はいあの現在でも年に数回ですねまあ、まあ、今年はコロナの関係でなかなかそういう機会が持てないでいますが、えー、UNE メンのスタッフの皆さんたちが文京区のお小学校や中学校に、えー、行っていただいて。えー さまざまな講演活動等を行っていただいていますし、区内の女性団体の皆さんや、えー、区民の多くの皆さんたちにご協力をいただいて、3月には国際女性デーのイベント、そしてま11月には国連が定める女性に対する暴力撤廃の国際デー、いわゆるオレンジキャンペーンに、 参加をすることで、区民の皆さんたちにもそういった活動に参加してもらうきっかけを作っことができていことなるほど、まあ今年はコロナの影響で、まあ、イベントもできなかった、まだ3月でももうできなかったですかね、そういえば。そうですねあの、オンラインで、えー、やりましたけども。 まあ、なかなか対面でやるのは難しくて、あのちょうどこの私の背景に映っているのが、あの文京区役所の入っている文京シビックセンターというところですけども、まあ、かつては、えー、ここに1800人入る大ホールがあ,のありますので、えー、このコロナがないときにはあの、そこに多くのお方たちに来ていただいて、国際女性でのイベント等も行ったことがあります。他にはコロナで こういうところでちょっと影響出たんだけどと、といった癖に対する影響としては何が大きかったでしょうか、私は。一番のの影響はその 学校休校が国に呼びかけられて小中学校や幼稚園を占めることになったことが挙げられるんじゃないかなと思います。でそのことによって文京区を選んで文京区で子育てをしようと思って入ってきてくださっている国の方たち非常に数多くいるし文京区の初等・中等教育に期待をしている方たちはたくさんいるわけですけどもその人たちにその教育の機会を提供することができなくなった。 まあえー、できるだけ早くオンラインの環境にない方たちに対して、その機器の提供だとか、オンラインによるそのコミュニケーションの手段というのは、学校現場で取り組んでいただいたんですけれども、現場もなかなか初めてのことで、えー、そういう対応ができなかったので、ご苦労があったというふうに思いますが、まあ、そういった対応をしていくこと。 それと同時にあの、区民の健康を守るために PCR 検査の拡充と、まあ、その感染症対策で加えて、えー、これだけ経済が冷え込みましたから、特に区内の飲食店の皆さんたちも含めて、いろいろな対応に迫られたということが言えると思いますその区の区役所の中の働き方なんかはどうだったんでしょうかそうですね。あののピーク緊急事態制限が行われて最もその 外出自粛等が求められたときには区役所の職員たちも6割を切るぐらいまで当然、保健所の職員の人たちは休むことができないのでほぼ100%出ていますがそうでない職場等では大きな出勤を抑えるようなこともやっていました。そそののして各学校の授業や保育園等でも あの在宅で勤務をされて、テレワークになられた方たち、保護者の方たち、非常に多くいらっしゃったわけですけれども、それでも、じゃ子どもがいる中で、えー、テレワークができるのかということもあって、働き方改革というものが、あのこのコロナで非常に重要だということは、区民の皆さんたちも、あの日本の住民の皆さんたちも認識をされたんじゃないかなというふうに思いますなるほど、そうですか。まあ そのまあ、区の区役所の中もそうですし、小学校も大変だったということですが、うん、でその飲食店なんかに対するサポートみたいなのは、区としてできることっていうのは、だいぶあるんでしょうかそうですねあの、まあえー、緊急事態宣言が起きて、えー、なかなかもう皆さん怖がって飲食店に行かなくなったりしたときにはです、ね、じゃあ、テイクアウトの支援や、 えーまあ、そういう情報をネットで共有できるようにしようとか、区民の皆さんたちが協力をして、えー、宅配のサービス、文、まあ、教底力と命名しましたけれども、そういうような支援策を行ったりしました。で現在は LINE の ご利用いただく飲食店をご利用いただく、区内の飲食店をご利用いただくと、LINE によるポイント還元、10%還元の事業等を行って、少しでも区内の消費を維持・向上できるように、そういった取り組みを進めているところですなるほど、まあ、そういうふうに、非常にあの、まあ、特に飲食業、あるいは観光業を中心に影響が出ている中で、あんまり影響がない分野もあったりして、そうすると、うん 12月で駆け込みのふるさと納税とか、言って、文京区は多分だいぶ地方税、その流出してしまっているところじゃないかと思うんですけど、はいはい、今日みたいな機会をきっかけに何かおっしゃりたいこと文京区では、まあ、年間十数億円のふるさと納税による減収になっています。 で僕はその被害額というふうにあ,のあえて言ってるんですけども、ふるさと納税制度そのものの抱えている問題点というのは数多くあるんだろうと思うんですね。まあ、ただ、まああの、基本的な立場はそうではありながら、えー、でも、ある制度は活用しなきゃならないということで、文京区では特に子ども宅食という制度設計をふるさと納税で活用しています。ここれはどういうういいとととかというと 文京区には、まあ、高額の税者が多くて、えー、貧困家庭の方たちはいらっしゃらないんじゃないかというふうに思われるかもしれませんがそんな中でも一定程度の数、えー、まあ1000世帯ぐらいというあの我々はいつも言っていますけどもあのいるんですね。でそそのの人たちは例えばその 海外で、えー、貧困地域というとこうエリアがそういう地域になっていっているところも多いと思うんですけども、えー、東京の場合はこのエリアが貧困の方たちが多いエリアというのはないので、えー、もしかしたら私たちのすぐ隣にそういう人たちがいるかもしれないでそういう人たちは自分が貧困であることを言い出すことすらできないさまざまな支援につなげてあげることができないという中で、まあ、我々が NPO と協力して 必要な食料をお届けしようということで、えー、子ども食堂ではなくて子ども宅食という形で来ていただくのではなくて食料品をお届けするという授業を行っていますでこれに対して宅は宅配の宅ですか宅配の宅です、はあえー、食事を宅配するの宅食ですで、えー、これに対してまあ1億近い寄付金が ふるさと納税によって集まったこともありますし、今年もまも、あ、ちょうどこの年末調整をして、えー、自分ができるふるさと納税の金額というのがちょうどこの12月、あの国民の皆さんたちはちょうどわかる時期ですけれども、まあ、そこでもお呼びかけを続けています。今今万ちょっとままで来ていますが今年のお 募集金額に間もななくく届くか届かないかかいいとうことで、まあ、今年はコロナもあっていろいろな寄付の先もあったと思いますし、まあ、家計急変されている方たちはそれどころじゃないということもあると思いますけどもでもその特に支援が必要な人たちも当然増えているとこのコロナで思いますので、うん、えこういう宅食の授業をなかなか子ども食堂はですねこのコロナ禍の中ではあのみんなが集まるところに来ていただくということがリスクを高めるので。 子ただ、拓殖は直接ご家庭に食料品をお届けするので、アウトリーチの方法としては、これがこのコロナ禍の中では最も有効だというふうに思いますし、食料品を届けるだけじゃなくて、そこで何らかの,その気づきや危険を察知して、支援する機関におつなげするということもできるので。 えー、この活動はこのコロナの時だからこそ大切だなというふうに思っています、まあ、ぜひある方はい、ご協力いただきたいと思いますえっとどうやって検索したらよろしいんですかね、えー、インターネットで、えー、子ども文教区子ども宅職と入れていただくふるさと納税のおサイトにつながることになっています あれね、ふるさと納税も文京区はあの出ていくばっかりかと思ったら、ちゃんとそうやって全員が集まる仕組みも作られているんですね。そうです、ねはい、いや、あの今日たまたまあの上野千鶴子先生と会の機会があったんですけれども、男女共同参画というと、女性を優遇して男性をないがしろにするというふうに、ちょっと先入観を持たれる方もいると思うんですけれども、えーえー、やっぱり女男女共同にするっていうのは、別に女性を優遇するんじゃなくて、とにかく理不尽に。 な、仕打ちを受けている女性の差別があったら、それは撤廃しよう、あるいはそのせいで非常に、えー、かわいそうな、えー、状況にある人を助けようっていう、なんかそういう気持ちの問題になったなというのは私の感触なんで、うん、つまりでそ、そうすると貧しい状況に置かれている方とかです、ね、そういう方に対しても同じように、なんとかしなきゃってこう、上野さん、思われているっていうのを感じたんですけども。うん そうですね、同じですね、はい、UNU、e、面では、He4C キャンペーンというのを行っているんですが、はい、女性が輝くためには、その男性の存在というのはとても大切なわけですね。うん、であの、例えば、日本は、えー、長時間労働じゃないですかで、このコロナによってそれが見直されるいいきっかけになっているというふうに思いますけれどもあの長時間、男性型の長時間労働を続けていると、例えば、小さなお子さんたちを抱えている人たちは、 えー、預ける先に長時間預けるということが続くわけですよで例えば小学校で言えば学童保育自治体が行っている学童保育に夕方の6時ぐらいまで預けてその後民間の学童保育の人が迎えに来て9時や10時までお弁当を食べさせて預かってもらうということを今一部で行われているわけですねでもそうしたらじゃあ、えーえー、9時半10時まで預けて帰ってお風呂に入って,っ,てったらもう子どもたち寝る時間ですよね 親と子どもとのコミュニケーションをいつ取ってるんだ子育てって何なんだということが働き方を変えていかないと子どもの成長には僕は大きな影響が出ると思いますので、はい、男性女性の問題は男性の問題でもあるというふうに思いますありがとうございます、えー、たくさんあの質問いただきましたので、えー、とまず一番最初にいただいたご質問はです、ねまあ、医療崩壊とコロナ感染者数の増加によって、えー、医療従事者 特に女性、看護師は感染リスクを抱えながら命を守るという過酷な仕事の割に非常に恵まれてないんじゃないかと、職場の環境が悪いんじゃないか、医療こそが SDGs にとっても非常に大事だと思うんだけれども、文京区の医療者、看護師、女性不足についてどのようにサポートしていらっしゃいますかというご質問が来ていますけれども、文京区は区内に4大学病院が。 日本の医療を最も支えている拠点の自治体なんだろうというふうに思っています。でその中でも医療崩壊にならないようにさまざまな取り組みが進められているところで,であの東京の自治体の中でも例えばあの杉並区のようにのなかなか中堅の病院しかないところは、えー、減収を抑えるために、えー 病院に対する財政的な支援とかいうのを行っていますが、まあ、文京区はあの基本的に中核の病院が多いということもあって国や東京都が、まあ、その医療従事者の皆さんたちに対する支援を行っているということですただ日常的な課題で言えば、えー、特に女性のお医療従事者の皆さんたちはそのお 例えばお子さんの子育てが安心してできる環境にあるということは、えー、支えるベースになるというふうに思うので、えー、文京区はまあ区内に19の大学ありますし非常に教育熱心なご家庭が多い区ですので、まあ、子育て支援に。あの 重点的に行っているし、例えばベビシッターのサービスなどもあの他の自治体に比べて非常に手厚いサービスがまあ万二歳の誕生日までえはあの選択できるということになっているのも支えになっているというふうに思います。はい、ありがとうございます。次はですね、やっぱり U.N.W.M. 関係の質問をまとめて申し上げますと、まずはえこれも日本事務所長と石川さんからあの。うん <laughs> 文教区役所の職員の意識や行動が変わったと感じられたことはありますかそれから、まあ、あるいは区長が UN ウィーメンとまあ関わりを持つことによって区長自身があそこまでは考えたことなかったなといった、えー、気づきとか何かそういうのがあるかそれからもう一つ、えー、その事務所を無償提供されているのは素晴らしいんだけれども、えー、議会とか区民から何で 国連みたいなところにただで貸すんだというような文句はなかったがその3点ちょっとまとめてお答えいただけませんでしょうかはい、えー、一つ目のお職員の意識や行動が変わったかどうかということですけれどもあの少しずつ変わりつつあるんだろうと思いますでそれはあの例えば、えー、男性職員の育児休業等の取得率も お年々上がってきていますし、あの有給休暇の取得だとか、まあ、そういうことで子育てに対して、えー、女性だけに任せるのではなくて、えー、男性もしっかりと。 向き合おうという人たちはあの U.N. イ、e、面のとのこうリンクによって増えてきているのかなというのは実感をしています。またその国際女性デーや、えー、女性の暴力撤廃国際デー等の活動によって、まあ、区民の皆さんたちの意識も高まってきているのではないかなというふうには思っています。それと二つ目が、えー、S.D.G.s ですかね。S.D.G.s について。 あ、違いますね。私の気づき、ねはい、私の気づきについてはそ,あの、まあ、その気づきが私自身この地が持つ歴史の重みというものを認識していたからこそ国連の女性機関を受け入れる気になったということもあるのでこれはあのパラレルの関係だというふうに思いますけども。えー 来たから気づいたことと、気づいたから引き受けたということはパラレルだというふうにはあの思っています。これからもあのこの地の歴史を大切にし、この地で学ぶ人たち、特に女性の人たちがあしっかりと男性に,に以上の働きができるような環境というのはこれからも作っていきたいなと思います。それがなかったからです それともう一個何でしたっけ反対がなかかったかです、まあえー、反対はありませんでした。えー、議会もあのそのことについては十分理解をしてくださっているというふうには思います。あのお1階に事務所がなくてもいいじゃないかという声は実はあるんですけどもあの1階の非常にいい場所に u n e 面の事務所はあるのであの1階じゃなくてもいいじゃないかという声はありますが u n e 面に がいなくていいという声は一つもありませんありがとうございます、えー、引き続きましても何十回何百回と聞かれたことと思いますが基礎自治体のトップとして初めて育児休業を取ったとき反対意見はありましたかあったとしたらどのように対応されましたでしょうかというご質問です、えー、ありました、えー、反対の声の方が圧倒的に多かったというのがその時の反応ですまああの賛同の人は意見を言ってこないので、はい 大体、えーい,い,えー、いろいろな形で、えー、意見が届くのはあのほとんど反対9割以上が反対の声でしたでその中で特徴的なのは、えー、日本の母となる僕よくこの話するんですけども日本の母と名乗る方からのお手紙長文のお手紙でしたでそこには何て書かれてるかというとお男のくせに、えー、家事や育児など女の仕事をやるとは あなたはめめしいと書っていうのは女女しいって感じで書くわけですからあの、えー、多分この,この問題はあの男性 VS 女性ではなくて、まあ、そ,のその人は世代なのかというふうに思いますがあの対立男性と女性の対立軸で語ると多分間違えるんだろうというふうにはその時に思いました。 で、ただ、まあ、多くの、皆さんたち、まあ、私がその後の選挙でも、再選をされているところから。大方の区民の皆さんたちには、ご理解をいただいている、という、ことが言えると思います。すまちょうど、はい、あと、質問で、私も知らなかったんですけど。文京、はい、区では、防災用の液体ミルクも、あの、備蓄されているんですか。あ、そうです。はい。あのー、まあ。北海道胆振東部地震で、で、えー、危険という張り紙が貼られて。 すべ、えー、て結局廃棄になったというニュースがありました。で、えー、やはり災害があった時にあの電気が水道が通じなければお湯を沸かすこともできないしさまざまな取り組みが必要だということで液体ミルクの備蓄を始めました。まあ、その前にあの東日本大震災で大きな被害を受けた時に、えー、妊婦さんや、まあ、子どもを産んだばかりの産婦さん 最近はそれを東日本大震災の教訓としてやはりそういった人たちもお災害が起きればあの弱者になるということで、えー、妊産婦乳児救護所、まあ、区内の女子大を中心にして、えー、妊婦さんや産婦さんとその生まれたばかりの赤ちゃんに特化した避難所を作ることをその時決めたんです。 で、まあそういったところに重点的に液体ミルクを置いておくことで、えー、お水がなくてもお栄養を補給できるということにつながる活動を始めています。ありがとうございます。いや、ま,まさに何て言いますか、本当にあの地元地元という言い方あえていたしますけれども、区のこと区民のことを考えていただいているなと思うんですけれども、そのえー、っと最後の質問の前に SDGs について小学校で 何か工夫をされてますかという質問も来てますけれどもはいまああの SDGs については今、まあ、文教区だけでなくて一番詳しいのはもしかしたら小学生かもしれないですねあの逆にある一定年齢以上の人の方が SDGs に対する理解は低くてあの子どもたちは日常的な授業も含め 活動の中で、えー、環境の問題を含めていろいろな SDGs のテーマについての学習をしているのであのそのことについては子どもたちの方が詳しいで,で,であることがあのむしろ嬉しいなと思いますあの大きい副学長にも SDGs については <laughs> はい区内でいろいろと区内でいろいろまたやらせていただきたいと思っております <laughs>、えー もう本当にあっという間に時間が過ぎてですね、私やっぱり今、感心しますのは、いろんなことについてお聞きすると、何かこう、ボタンを押してしまったかのよりこうに、とうとうとですね、もう普段んずっと考えられて、これはこういうことだから、こんなことをやらなきゃいけない、そのためにはこういう施策をするというのが、ふっと入っていらっしゃるので、よどみなくですね、言葉が出てくるっていうのは、政治家の先生だからってこともあるかもしれませんが、やはり、あの原稿ないんですよ、皆さん、これ、すごいと思いますね、本当に。 というわけなので、えー、名残は惜しいんですけれども、最後に、ですねあのまずは、えー、先ほど、文京区は女性に馴染みがあるというとです、ね、どうしてもみんな、樋口一郎の名前を言ってほしいって気になる、聞き方にあの急遽あるじゃないかっていうのが、えー、とありますので、まあ、そのことも含めてです、ねまあ、私が区長のお話をお聞きしてい,いと思うのは、郷土愛がものすごく強くてです、ね、しかも歴史、そしてどこに何があった。 それが今どうなっていて、どんな人が何をどこでやってるっていうのその文京区の隅々まであのご覧になっていて、うん、ということなんですが、そういうのは何かどっかあ,あんな自治体になれるといいなみたいなのが終わりなのか、それともいろんなか、か多分お一人で考えるといいろんな人と話をする中でもっとこうだったらいいなというのを今考えてらっしゃるのか、もしそうだとしたら今後5年、10年。 私は変わるかもしれませんけれども、どんな文京区、地元にし慕れたいというふうに思ってらっしゃいますでしょうか。そうですねあの、まあ、歴史については基本的に自分が好きだということがあるんですけども、でもあのそのことが、あの例えば UNMA の話も文句よくの、文京区での女性 運動が始まったり女性教育,女子教育が始まったりという歴史をある一定程度知っていなければあのそこを結びつけようということはつながらなかったんだろうと思うんですね。で、えーまあ、絶えずその視点で何かと何かをつなげてシナジー効果を上げるようなことを、まあ、絶えず考えているのは事実です。で、あとは、まあ、この地をあの冒頭選ばれる自治体 そして文京区はこれからも発展していきたいというふうにお話をしましたけれども、まあ、コ,ロナでコロナで若干の人口減少はあったんですがまたこの12月1日現在では人口が増え始めていて、うん、で文京区の人口は年少人口プラスその親世代によってこの間ずっと増えてきているんです。 でえー、一時期16万5000人まで減った人口は、まあ、22万を今はるかに超えていますからそれも年少人口プラスその親世代によって支えられている16万5000から22万ですかそうですねそれ大変ですねある意味では、ね、だからまあ子育て支援を充実するということがそのニーズに合った施策に なってくるわけですけどでなんで文京区を選んでいただいているのかというと、まあ、区内に19の大学をはじめとしたさまざまな教育機関が集中しているということあとは、まあ、医,医療機関もこの地に集積をしているし、えー、23区の中で刑法犯あのいわゆる殺人から。 あの万引きまで警報犯の認知件数が最も少ない安全な町であるということもこの地を選んでいただく理由になるんだろうと思うんですね。で、まあ、そういった人たちのニーズをしっかりと捉えてこの地をこれから発展させていくためにその人たちはいずれあの徐々に年を取っていくので自治体としては新陳代謝を 続けなければならないですし、町も新陳代謝を続けなければならないので、まあ、そういったことを絶えず考えています。じゃあ、そうすると、今日ははとそと女性の話、あるいは子ども支援というのが主でしたけれども、うん、次は区長によって今度は高齢者に対してまた何か先,先駆的な取り組みが始まる可能性があるということですか。そうですね、まあ、この地を支えてくれたのは高齢者の皆さん。 たちですからその人たちに対して、まあ、今フレイル予防の活動などを始めていますけどもあのその人たちが地域の中で健やかに最後まで暮らしていただけるような町を作っていくというのは大きな課題だろうと思いますねありがとうございますまだまだ流れ惜しくてですねお話を聞いていきたい,という,うにしますがお約束の時間となりましたので本日はここまでとさせていただきます本日は何さえー、っと えー、成田区長、どうもお忙しい中、えー、国連大学対話シリーズにご参加いただきましてありがとうございました。えー、ご視聴いただきました皆様も、えー、本当にありがとうございました。えー、それでは区長、どうも失礼いたします。ありがとうございます。ありがとうございました